皆さん、こんにちは。東京証券取引所マーケット営業部の山脇と申します。皆様が投資をするにあたって、値上がり益だけではなく、配当や分配金などのインカムゲインを楽しみにしていらっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、高配当利回り ETF に投資ということで、ETF の中でも比較的分配金利回りの高い種類の銘柄をご紹介させていただきます。本セミナーでも信用 FP オフィスの菅淳斗先生をお迎えしております。菅さん、どうぞよろしくお願いいたよしろしまくおす。願いいたします。配当とか分配金というインカムゲインっていうのは、堅実な投資をする。例えば、相場に、こう煩わされるのではなくて、腰を据えて長期で投資をしたいという方に向いてると思います。はい。さて、そもそも投資家の皆様とお話をする中で、時々 ETF も分配金で出るの？というふうにご質問を受けることがあります。実は ETF の中には分配金の出る銘柄と出ない銘柄があります。ここではそもそも ETF の分配金がどのようにして支払われているのかをご紹介しましょう。ETF の分配金の原資はこちらのグラフにございますように、 ETF が保有している株式などの有価証券から支払われる配当や受け取り利息です。例えば日経平均の ETF の場合、ファンドは日経平均の構成銘柄である225社の株式を保有しています。この225社の株式から支払われる配当をファンドが一旦受け取りまして、これを分配金として ETF の保有者に対して支払っています。よって、こちらの裏付け資産の利回りが高い ETF ほど分配金が多く支払われる傾向にあります。逆に、例えば裏付け資産から配当の出ない金などのコモディティの ETF でしたり、あとは先物で運用されているレバレッジインバース型の ETF などは、原則分配金の支払いがございませんのでご注意ください。それでは、実際配当金が比較的高い ETF にはどのような銘柄があるのでしょうか。一般に ETF の中でも比較的利回りが高いと言われているのが、こちらの表の三角形の一番上のところにございます、リート、不動産投資信託の ETF、 外国債券の ETF、 そして日本株の中でも高配当株を対象とする ETF です。2015年末時点で東証に上場する ETF のうち117銘柄が分配金の支払いのある ETF となっていますが、この全体の平均が 2.26% なのに対しまして、先ほどご紹介したリート、外国債券、日本株の高配当株の ETF の利回りの平均は 3.44% と比較的高くなっているのがお分かりいただけるかと思います。本セミナーではこの3種類についてご紹介させていただきます。まずはじめに、リート ETF の中でも日本の不動産を対象とする J リートに投資する ETF についてご紹介させていただきます。そもそも J リートとは何かと言いますと、たくさんの投資家の皆様から資金を集めまして、その資金でオフィスビルでしたり賃貸マンションなどの不動産を購入します。そしてそこから生じる賃料でしたり、あとは不動産の売却益などを投資家に対して分配金として支払うタイプの商品です。不動産については長期の安定した収益が見込みやすい事業といえますので、分配金も比較的安定しているという傾向があります。実際、2015年12月末時点の J リートの分配金利回りは、こちらの表にございますように 3.46% と、東証一部や国債の10年ものの利回りと比べても上回っているのがお分かりいただけるかと思います。
現在、東証には J リート市場全体の動向を表す東証リート指数に連動を目指す ETF が6銘柄上場しております。この中でも1398、1476、真ん中の2つの銘柄は上場から12ヶ月未満で分配金の実績が少ないため、利回りが少なく計算されていまっておりますが、その他の銘柄につきましては、2015年年間の実績の分配金利回りは2%台後半となっております。菅さん、ETF を通じて不動産投資をする、このメリットってどういったものがありますでしょうか？これはズバリ申し上げて、二重の分散効果があるというふうに思います。ETF を通じて不動産投資をするということは、一つのリートの ETF の中にたくさんのリートが入っているわけですね。1個のリートの中にたくさんの不動産が入っているのに、そのリートをたくさん袋の中に保有する。まさに二重の分散効果があるということですね。1個のリートの ETF を保有するだけで、今日本の証券取引所に上場している50数銘柄のリートを効果的に保有することができる。これはすごく画期的な金融ツールだと思います。なかなか不動産投資というと、まあ、資金もかかってハードルの高いイメージがありますそうなんが、です。 ETF でしたらもう少し手軽に投資ができるということですね。実物不動産と違って、毎日時価、市場価格が確認でき、かつ少額から売り買いができるというのは、流動性も高いですし、非常に賢い投資の仕方だと思いますね。ありがとうございます。また、第2に外国債券に連動する ETF についても比較的利回りが高い銘柄が多くなっています。これらの ETF は債券からの安定した利回りが見込めるという特徴があります。ただご注意いただきたいのが、利払いは外貨建てで行われますので、為替の水準によって円価に換算した時の受け取り額が異なりますのでご注意ください。例えば分配金の支払い額が変わらなかったとしても、円高が進むと円建ての分配金が目減りする可能性があります。これ、例えば債券に投資をするって、単独の満期が何年のこの国の国債を買おうみたいな投資の仕方しか知らない投資家も多いと思うんですね。ところが、債券を ETF で保有すると、たくさんの国々のたくさんの銘柄の、かつたくさんの通貨建ての債券を一つの袋として保有することができる。例えば一つ具体例を挙げますと、銘柄コード1677、上場外債という外国債券 ETF があるんですが、これは日本を除く先進国の国々、いや、もう少しはっきり言うと、世界の主要国の国債を一つのパッケージで保有できる。具体的には、シティグループ世界国債インデックス、日本を除くという指数との連動を目指すんですね。これは機関投資家の皆さんも使っている非常に代表的な指数でございまして、この ETF を保有することで、投資家の方は日本を除く世界の主要国、例えば北米、ヨーロッパ、オセアニア、シンガポールなどなど、22カ国の国々の国債をなんと1個の銘柄で買えてしまう。しかも国地域の分散、通貨の分散も同時に行ってくれる。極めて効率的な投資が可能になりますね。分散投資のためのツールということですね。そうですね。また新興国の債券の ETF もございますが、こちらについてはいかがでしょうか？例えば一つ具体例を挙げますと、銘柄コード1362の新興国債券の ETF というのはございます。新興国の債券というと、やはりちょっとリスクがあるのかな、国のリスク、カントリーリスクはどうなのかなってご不安に思われる方がおられるかもしれませんが、先ほどと同じで、たくさんの新興国の国々の国債を1個にパッケージ化しております。で、今、山脇さん、新興国の国々というのが財政状況が改善してきて、かつ
いわゆる格付けですね、これも良くなってきていて、いい意味で利回りがこう下がってきている。すなわち自分たちの国の現地通貨で国債を発行しても信用度が増しているために需要が多いという形で言うと、そこそこ高い利回りが期待できながら信用度も高くなってきている、こういう新興国債券 ETF に投資をするというのは、分散効果も相まって非常にポートフォリオにいい影響を与えると思います。ありがとうございます。また最後に、日本株の中でも配当利回りの高い銘柄を選んで投資するタイプの ETF も4銘柄上場しています。菅さん、この4銘はい。柄にはどういった違いがあるのでしょうか？はい。これは昨今、スマートベータ指数に連動するスマートベータ ETF というような言い方をされることがあるんですが、従来のインデックス投資、時価総額の加重平均によるインデックスの投資ではなくて、例えば企業の配当金とか売上とか、あるいは利益に着目して、それをもとに企業をピックアップして指数を組成し、それとの連動を目指す ETF を作ると。例えば、高配当の ETF というのは、まさにスマートベータの一つの典型例なんですね。企業の大きさではなくて、配当金の大きさで企業をピックアップして ETF を組成するという意味では、もうズバリ配当を期待する投資家にとっては、従来のアクティブファンドのような投資ではなくて、コストを抑えながら効果的な投資ができるようになる。非常に面白いと思いますね。ちょっと具体例を挙げますと、こちらのスライドで、銘柄コード1577、高配当70という ETF があるんですが、こちらの方は70社のズバリですね、配当金が高い企業をピックアップして、面白いのは70社を均等で保有するという基本方針を持っているんですね。あるいはその下の銘柄コード1698、上場配当という ETF はですね、100銘柄の高配当の銘柄を保有するんですが、実はそのうちの10銘柄は、山崎さん、リートなんですね。先ほどご紹介したリートそうですなんです。ね。つまりこの1698というのは、90銘柄の高配当の株式と10銘柄のリートを合わせた ETF という非常にユニークな商品特性になっど。上の2銘柄はています。はい。今期の予想配当利回りの高い日本株に投資。下の2銘柄については過去の配当利回りの高いものを選んでいるという違いもあるようですそうね。ですね。ここまで比較的配当利回りの高い銘柄についてご説明させていただきましたが、最後に配当の狙えるタイミングについてご紹介させていただきます。ETF の分配金の支払いのタイミングは銘柄によって異なり、年に1回分配金が支払われる銘柄から、先ほどご紹介にあったように毎月分配金が支払われる銘柄まで様々ですが、全体としてならしますと、1月と7月に分配金の支払いを行う銘柄が多くなっております。ぜひ各銘柄の分配金の支払い基準日を確認してみてください。それでは、インカムゲインを狙った ETF 投資について、最後に何かアドバイスをいただけますでしょうか？日本の社会はこれから高齢化社会がどんどん進んでいきます。特にシニア層の方々にとって、大きなキャピタルゲインを求めるというよりも、今ご紹介があったリートとか外国債券とか高配当の株式の ETF を賢く利用することで、継続的にインカム、いわゆる定期的な収入を求めていくというのは、私は社会の要請にもになった投資のやり方だと思います。ありがとうございます。以上で高配当利回り ETF についてのご紹介を終わらせていただきます。菅さん、お付き合いいただきましてありがとうございありまがしとうごた。ざいました。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。